アメリカ原子力空母や強襲揚陸艦が、集結後席での連携確認訓練が実施されたのをキャッチしました。今回は、この、空母3隻と、強襲揚陸艦2隻での訓練を詳しく見ていきます。現在 F-35C 戦闘機での空母訓練は再開されています。南シナ海で、F-35C 戦闘機の着艦事故は、世界へ発信されています。今引き上げ作業中ですが、海底3000メートルまで沈んでいる、機体いち早く引き上げる必要がありますね。中国の潜水艦は、そんな潜航深度は深くないですが、何をしてくるかわかりません。場所が場所なだけにね。2022年1月29日、アメリカのインド太平洋軍司令部が、今年に入って、断続的に、ミサイルの発射を繰り返す北朝鮮に向けて、声明を発表。かかる行為を、日本や韓国などの同盟国を中心に、綿密な情報共有を行っていると述べた。ただし、北朝鮮の行っている、一連のミサイル発射そのものが、アメリカやその同盟国へ、即時的な脅威を与えることはないとしつつ、度重なる北朝鮮の挑発行為に、今後の自粛を促すものといえ、牽制に向けた監視を続ける構えだ。ここへ来ての北朝鮮のミサイル乱射の目的が、どこにあるのか、具体的な内容については定かではないが、いかんせん、単独で、これらの脅威に対処することが困難な日本にしてみれば、これに頼らざるを得ないのが、実情でもある。アメリカのインド太平洋軍とは、全世界を9つのエリアに分けて配置されているアメリカ軍の統合軍の単位の一つであり、これらのうちで最大規模のおよそ30万人の兵力を有し、これはアメリカ軍総数の2割に相当している。インド太平洋軍は統合軍として、その名の通り、陸、海、空、海兵隊のすべての兵力を統括しており、司令官には海軍大将が当てられているが、その上位権限者はアメリカ大統領と国防長官のみという巨大組織である。このアメリカ軍最大の規模を持つ統合軍たるインド太平洋軍は、その名が示すように、文字通りインド太平洋地域を担当しているが、広大なこのエリア内に条約に基づく複数の同盟国を持ち、アメリカの軍事戦略の一翼を担っている。これには、日本はもちろん、韓国、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランド等との個別の条約や、国家ではない位置づけのために、条約ではないが、台湾関係法による、中華民国への安全保障体制の適用が含まれている。逆に見れば、このエリアでアメリカが対峙しているのは、中国、ロシア、北朝鮮と有数の軍事力を持つ勢力であり、近年は、クワッドとして、中国の牽制には、一部協力の姿勢を見せている新興国、インドも監視対象から、外れてはいない。これは、インドが、軍事的には、ロシアとの結びつきが大きく、多数の兵器の調達先としていることから、継続されており、トルコなどと同様に、はっきりと、アメリカ側の勢力だと分類しきれない存在の一つであることもまた事実だと言える。インド太平洋軍の司令部はハワイのオアフ島ホノルルに置かれており、在日アメリカ軍基地の点在する日本をはじめとして、在韓アメリカ軍基地等の同盟国への駐留を行っており、30万人の総兵力を分散配置している。そうした中で、1月17日から、22日までの6日間、アメリカ海軍と海上自衛隊とは、合同軍事演習を、沖縄の南方海上のフィリピン海で行っており、台湾に向けての軍事的圧力を強める中国に対し、空母打撃群を中核とする戦力を誇示した。アメリカ海軍は、この合同軍事演習に、ミニッツ級原子力航空母艦3番艦の、カール・ビンソン、同5番艦の、エイブラハム・リンカーンらの空母打撃群2ユニットを投入するなど、かなり大掛かりな構えを見せている。
ニミッツ級航空母艦は、満載排水量約10万トン、全長332メートル、全幅76.8メートルの大型の原子力航空母艦であり、アメリカ海軍は、一番艦のミニッツを1975年に就役させて、以後、計10隻を建造、運用を行っている。今年2022年中には、このミニッツ級の次級となる最新鋭のジェラルド・R・フォード級航空母艦も、ようやく実戦配備が行われるとめされており、従来の蒸気式から電磁式に改められた機構も、完全な稼働が見込まれている。これら2つの空母打撃群に加えて、今回の海上自衛隊との合同軍事演習には、アメリカ級強襲揚陸艦の1番艦、アメリカと、ワスプ級強襲揚陸艦2番艦のエセックスも参加しており、その航空救命能力にも注目が集まった。アメリカは満載排水量約 45,570 トン、全長 257.3 メートル、全幅 32.3 メートルの艦隊を持つ最新鋭の強襲揚陸艦であり、2019年12月から長崎県の佐世保基地に配備されており、比較的日本でも馴染みのある艦艇だと言えるだろう。一方のエセックスは、満載排水量約 42,36 トン、全長257メートル、全幅 42.67 メートルの艦隊を持ち、2020年7月に火災事故に見舞われ、2021年4月に退役した6番艦、ボノル・リシャールを除き、7隻が就役中のワスプ級の強襲揚陸艦である。強襲揚陸艦は、各種のヘリコプターや固定翼、機の MV-22 オスプレイ等の航空機によって、敵地の最前線に兵員を送り込む機能を有する艦艇であるが、2003年のイラク戦争において、新たな運用方法が試されて、今日に至っている。それは、短距離離陸、垂直着陸が可能な固定翼機、当時の AV-8B ハリアーを、通常編成の6機搭載から20機以上に増加させて、軽空母的な運用を行うというもので、大型原子力航空母艦の航空戦力を補完する新たな取り組みと言える。実際のイラク戦争において、ワスプ級強襲揚陸艦の5番艦、バターンや6番艦、ボノム・リシャールは、AV-8B ハリアーを22機以上搭載して、軽空母としての有用性を示し、現在は F-35 ライトニング 2B 型に艦載機を代替してきている。アメリカ軍としては、70機以上の固定翼、機を搭載可能な大型の原子力航空母艦をより、大きな脅威への対処に用い、中程度以下の脅威に対しては、こうした強襲揚陸艦の軽空母的な運用で対処することも可能な体制の構築を進めているわけだ。現在、F-35 ライトニング 2B 型を、艦載機として運用可能とする航空母艦化改修を、海上自衛隊では出雲、片護衛艦の出雲、加賀に施している最中であるが、この取り組みにも、アメリカの強襲揚陸艦の運用の前例が大きいだろう。そもそも、F-35 ライトニング 2B 型の実用化からして、AV-8B ハリアーを代替することが前提で実現されたものと言えそうで、その意味では、二重に、海上自衛隊の出雲、片護衛艦の航空母艦化は、アメリカの影響下にあるとも言えそうだ。今回の合同軍事演習に、海上自衛隊はヒューガ、片護衛艦の1番艦にして、ネームシップのヒューガを参加させているが、こちらは、出雲、片護衛艦のベースとなった、ヘリコプター搭載型護衛艦で、同様に、全通式の飛行甲板を備えている。ヒューガ、片護衛艦は、満載排水量約1万9000トン。全長197メートル、全幅33メートルの艦隊を持ち、出雲、片護衛艦にすれば、
一回り以上小型だが、最大で、哨戒ヘリ3機と、輸送用ヘリ1機の合計4機を搭載することができる。ヒューガ、片護衛艦は、1番艦のヒューガが、2009年、2番艦の伊勢が、2011年に、収益と全2隻が建造されているが、今後、出雲、片護衛艦が、F-35 ライトニング 2B 型を運用する場合には、貴重な追戦哨戒用艦艇となるだろう。現時点では、対外的な影響を考慮してということもあろうが、出雲、片護衛艦に、F-35 ライトニング 2B 型を、常時艦載機とすることはないと、説明されており、その追戦哨戒能力も継続する予定とはなっている。しかし、南西諸島に、自衛隊機が使用可能な陸上滑走路は、かなり限定される点や、いざという場合に、初動の攻撃で、これらが使用不可能となる可能性を考慮すれば、出雲、片護衛艦の F-35 ライトニング 2B 型の運用能力は、削れないと思える。